スカイバス東京スカイバス東京は日の丸自動車工業が東京都内で運行している定期観光バスとその車両を使用した企画旅行商品である。それまで日本には一時的なものを除いて存在しなかったオープントップバスによる観光ツアーバスで乗客が国籍を問わず楽しめる観光バス企画として ビジットジャパンキャンペーンの活動に合わせるように2004年9月10日に募集型企画旅行扱いで運行を開始した。2009年6月18日には国土交通省から定期観光事業の許可を受け路線バス扱いの定期観光バスとして運行されている。運行開始直後から好調な滑り出しとなり後に述べるようにその後日本各地で同種のスカイバスが 運行されるきっかけとなった。校長の要因について、運行を担当している日の丸自動車工業では、オープントップバスが目新しいだけでなく、時間や予算に制約がある旅行者のニーズにマッチしたものと自己評価している。各コースとも、東京駅丸の内南口、三菱ビル前のスカイバス乗り場から出発し、コースを回り、再び、東京駅丸の内南口、 三菱ビル前のスカイバス乗り場以下、東京駅とするに戻ってくるコースとなっている。主に運行予備指定、または期間限定のコース。2009年には横浜市でスカイバス横浜が運行された。運行期間は4月28日から9月27日までの開国博愛150回期中で、桜木町駅から横浜港未来21地区。 関内山手元町、横浜ベイブリ、首都高速湾岸線、新山下ランプ大黒 PA 往復、山下公園をめぐり、桜木町駅に戻る、約60分の周回コースが設定された。運行期間中は、JR 桜木町駅構内の野下地区、インフォメーションセンターに、特カウンターが設置されていた。東京都外で、使いバスを運行する場合は、後日のように現地のバス、 事業者に車両を貸し出すことが多いが、日の丸自動車工業は神奈川県にも運行拠点を持っているため、使用車両は相模ナンバー、当時現在は営業所移転で横浜ナンバーに登録変更したものの、使いバス横浜そのものは自社で運行していた。2012年6月30日からは丸の内発着の定期観光コースに加えてコース上の観光地に バス停留所を設けて自由に乗降できるようにした観光周遊バス、スカイホップバスの運行を開始した。丸の内を起点に当初は都内3方向へ運行されたが、2018年11月からは2コースで運行される。車両はスカイバスと同様だが、スカイホップバスステッカーが貼られている車両での運行となる。また、オープンバスが足りないため三菱不装。 エアロバスに天窓を装備した車両で運行することも、ある、塗装は、スカイホップバスと同様。乗車券は各コース共通の1日乗車券タイプで、当初は2日、48時間用も設定されていたが、現在は1日、24時間用のみである。有効期限は、歴日単位ではなく、購入日時から24時間単位となっている。 例えば14時に購入した場合、1日用は翌日の14時まで有効。スカイバス東京の成功を受け、日本の観光都市ではオープントップバスの運行が検討されるようになった。日の丸自動車工業では各地へのスカイバス車両の貸し出しにも積極的に対応し、運行ノウハウの提供も行っている。一部事業者では定期観光バスとして運行されたことから、 2009年のスカイバス東京の路線免許取得、定期観光バス化に影響を与えている。他方、独自にオープントップバスを導入する事例も見られる。2007年7月には、札幌でのスカイバス運行にも携わった、北斗交通が、イス図スーパークルーザーを改造したオープン車両を、函館地の定期観光バスに投入している。2010年には、富士急行が、 ボルボアステローペを改造したカババスを富士五湖周辺の周遊ツアーに2012年には西日本鉄道が大型トラック機能プロフィアベースに特注ボディを仮装した福岡オープントップバスを福岡市内の観光循環路線に2014年には中国 JR バスが三菱扶装エアロキングを改造したメープルスカイを広島市内定期観光バスに 近鉄バスが同じくエアロキングを改造した大阪スカイビスタを大阪市内の定期観光バスに投入している。さらにスカイバス東京と競合関係にある既存の定期観光バスを運行する事業者ではスカイバスを意識した低価格短時間コースを設定する動きが見られる。屋根のない車体という特徴を活かしプロスポーツの優勝パレードに参加することがある。 それまで優勝チームの監督、コーチ陣、選手たちは、乗用車仕様のオープンカーに分譲したり、例、相撲など、大型トラックにステージなどの装飾を施したり、例、読売ジャイアンツ阪神タイガースなど、廃車直前の路線バスを、運転席を除き車体の上半分をすべて撤去して、特製のオープンバスを仕立てていた。例、横浜ベイスターズ、横浜市営バス、 福岡大英ホークス、西日本鉄道が、この車両が登場してからは、特に日本一になった時に、大勢の選手が2階部分に仕込み、訪れたファンに、選手たちの表情が見えるよう配慮されている。首都圏、東京、神奈川、千葉、埼玉のチームが利用する場合、各都県に日の丸の営業所があるため自社の乗務員が運行するが、地方のチームのパレードに参加する場合は、 現地のバス会社に車両を貸し出し、ナンバープレートも登録変更して運行される。ネオプランスカイライナー15台、2階の座席数52席、スペースライナー5台、座席数48席をオープントップに改造した車両が使用される。スカイライナーは屋根を取り去っているが、2013年導入分とスペースライナーは、ホロで簡易な屋根がかけられるようになっている乗用車の キャンバストップと同様、またスカイホップバスには三菱扶桑エアロバスを改造したサンルーフ付きバス、座席数49席も導入されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。